翌日以降の朝の駅立ちにお礼の電話かけ。選挙が終わった直後の政治家候補たちは一体何をしているんでしょうか。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日のブログもスタートしていきたいと思います。こちら7月の6日に収録をしております。まだ全然喉の調子は戻ってこないんですけども、まあ、今日はですね、まあ、ちょっと今バタバタいろいろと、選挙終わった後の、まあ、事後のですね、総括とかもいろいろしているところで、ありますので、選挙直後、まあ、政治家やその候補というのは何をしているのか、まあ、どんなことが忙しいのか、バタバタするのかということを少しね、解説お伝えをしたいなというふうに思います。結構ですね、まあ、選挙が終わった後ですね、まずはゆっくり休んでくださいみたいな連絡がたくさん来るんですけども、まあ、当選しようが落選しようがですね、政治家は選挙の後は休めないですね、あの候補というのは。うん、まあ、当選していればですね、もちろん、当選証書をもらったりとかね、いろいろ今 SNS 流れてますけども、で、まあ、翌日から希望に満ち溢れていろんな業務が、始まるわけですけども、まあ、落選してる選挙というのはね、まあ、今回もそうですけど、まあ、厳しいですね。で、まずですね、選挙が終わると、翌日に駅に立つということがあります。で、当選してれば当然、当選の御礼ということで、ありがとうございました、と言ってですね、まあ、なんか、お礼を言うという声はなんかいろいろと縛りがあるので、まあ、ご報告ですね、まあ、当選いたしました、今後とも頑張りますのでご視聴ご鞭撻お願いいたしますっていう、まあ、報告で駅に立つと、まあ、いうことですけど、まあ、落選した後もね、やっぱこれはね、やんなきゃいけないものなんですよね。やっぱりこの1週間の間に選挙期間中お騒がせいたしましたと、力不足で議席は獲得できませんでしたが、今後ともご視聴ご鞭撻お願いしますと言って落選しても駅に立つと、まあ、いうことをまずやらなければなりません、まあ、やらなければなりませんと言いつつ、まあ、これはね、落選した候補のうちやってるのはまあ、半分ぐらいですかね。半分とか6割とか。まあ、結構頑張ってやる人もいれば、もう落選した後もうショックで当然寝込んじゃって、そんな、それどころじゃないっていう人もいるし、もう二度と選挙出ないんだろう、そんなこと知らんということでやらないっていう人もいますけども、まあ、やっぱり今後もですね、剣道ちょろ歩きして、その地域に根ざして政治家をやっていこうというのであればですね、まあ、ちゃんと落選した後でもですね、選挙でお騒がせした、お詫びと、そして結果のご報告で、翌日以降もきちんと駅に立ち続けると、まあ、少なくとも1週間か2週間ぐらいね、選挙区内にある主要な駅にはですね、朝駅に立って選挙の結果を報告すると、まあ、いうことをやらなければなりません。で、そしてですね、それからが今日ちょっとツイートもしたんですけども、やっぱお礼の電話とか、お礼の連絡、メール、まあ今だったらメールとか SNS もありますけど、ちょっと直接行けるとか直接行くということで、まあ、お世話になった、地域の方、そしてボランティアのスタッフであるとか、あるいは応援に来てくれた関係者、議員さん、まあそうした方がね、やっぱお礼をね、しなきゃいけないわけですよね。これ結構重要で、本当まあ重要で、もちろんお世話になったから御礼のご報告も兼ねて電話かけをしなきゃいけないと。まあこれもね、当選してればね、もう全然もうウキウキでね、もうどんどん電話かけてね、ありがとうございます、受かりましたっていう面ですが、落選した後は本当に厳しいですよね。これなんか昔もどっかで YouTube で撮ったような気もするんですけども、まあ僕も自分の区長選挙落選してますから、その時もまあ本当にですね、なかなか筆が進まないというか、電話もね、もうなんか番号ピッピッピッってやって、なかなかこのコールボタンが押せないというかですね、うんって頑張ってかけて、すいません、落選いたしました、つって、まあ、慰められて、もう何言われても辛いわけですよ。で、というのも、とにかく、もう何十人にも電話かけて、で、ボランティアスタッフの方とかに来てくれてありがとうって電話したり、メッセージを送ったりというのを、まあ、個別に一件一件やっていくと。まあ、結構これはやっぱお時間かかりますよね。で、あとは、まあ、町内会の方とか、商店街の方とか、いろいろ、足を運ぶとか足を運んでと、まあ、いうことをね、こうずっとやっていって、これにまあ大体、まあ、規模、選挙の規模にもよりますし、どれだけの支援者とかボランティアスタッフがいたかにもよりますけども、まあ、やっぱり1日2日じゃ終わらないので、1週間とか2週間とかはかかるんじゃないかなというふうに思います。で、これで、まあ、本当にね、難しいのは、どんなね、こう、抜け漏れがないようにメモとかしておいて、リストとか作っておいても、やっぱりこのお礼の電話とかお礼のメールをね、抜けちゃう人とかいるんですよね。あ、この人すごくお世話になったのに忘れてたみたいなことってのはもう、面目ないですけど、やっぱり人間完璧じゃないのであって、僕ももう恥ずかしながら過去にはですね、すごくこう、お世話になった人が、連絡を、ちょっとその落選者直後にね、北区長選挙で連絡するのをちょっと失念していて、なので僕は7月に落選をして、7月にこの参議院選挙に出ることを決めたわけですけども、で、この7月選挙の時に、まあ、次の挑戦を決めて出ることにしましたっていう連絡をしたらですね、お前選挙の後に一言もそのお礼の連絡をよこさずに次の選挙出ますからまた応援してくれてどういうことだと、お前なんか二度と応援しないって言ってものすごく怒られたことあって、それはもう本当やっちまったなと、本当もう私のもう不徳といたすところで、本当それ以来ね、本当反省をして、お世話になった人はちゃんと一人一人顔を思い浮かべてですね、まあ、絶対落選しようが当選しようが必ず連絡をしなきゃいけないというふうに心に決めているんですけども、まあ、それでもやっぱり抜け漏れがないかというのは本当に今も常に気にしながらお礼の電話かけをしていると、まあ、いう電話かけなりメールなり、直接行くなりをしているというところであります。なのでね、このお礼の電話かけ、お礼の連絡というと簡単そうですけど、結構難しいというか、もうたくさん選挙の規模が大きくなればなるほどですね、ご支援いただいた方も多くなるので、まあ、結構こういうのも難しいなと思いながらやっています。その他にももちろんお金関係の精算とか、選挙管理委員会に報告のね、書類や選挙管理委員会にこの資金の流れとか、運動員登録とかいろんな書類を出さなきゃいけないですから、
まあ、こういったものも事務所のスタッフとか事務方もボランティアスタッフとかの協力をして作らなきゃいけないので、これもやっぱり1週間とかかかりますから、まあ少なくともですね、この候補者がゆっくりこう本当にゆっくりできるっていうのは、まあ1週間2週間以上経った後ということになりますので、まあそういうところも含めてですね、選挙ではやったらやりっぱなしではやっぱり終われなくて、当選しようが落選しようがこの周りの方々へのご連絡サポートも含めてですね、結構長い戦いになるということがありますので、まあそうしたことも豆知識として皆さん知っておいていただいてですね、まあちょっと今回我々の陣営も残念ながら落選ということが多かったんですけども、まあ、落選した陣営はですね、そうしたものを、何でしょうね、乗り越えてっていうかな、そういうこともやりながらこう日々を過ごしていると、まあ、いうことをね、なんとなく知って、できれば優しい言葉の一つでも SNS でも直接でもかけていただければ嬉しいかなというふうに思います。ガラガラ声で失礼しましたが、まあ、簡潔ながら今日の Vlog はそんなところとさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。